とうとうデイ3、今日からトーナメントコース2日間で勝負が決まります。現在の成績を発表します。翔太選手はこのまま行ってください。あとの2人はガンガンピン攻めてバーディー取りまくって1オーバー以内に収まるように頑張って、チャレンジしてください。左の当たらず抜けた、ナイスショット。 あれ最短距離でも危ないショットだけど最短距離、正面の誘拐の左、おお、これも当たるか当たらないか、おお最短距離ナイスショット。やばいやばい方向だけどナイスショット。これはちょっと右ですが問題なし。7番ホールセカンド地点、隅で由美選手はギリギリのところをかいくぐりフェアウェイと真ん中、翔太選手残り150ヤードちょい上りセカンドです。さあ距離は方向よし、バウンド距離はナイスオン、真ん中に乗りました。ギリギリのところを最短距離で、ナイスショット、フェアウェイと真ん中から118ヤードセカンドショットです。ナイスショー、ちょっとショートか、2ヤード手前から全く同じところ2ヤード手前から、真ん中にナイスオンです。ナイスオン。笹原選手バーディーパットです。上りの逆目のスライス、上りの上って下る、そんなところにピンが切られています。かなり読むのが難しいラインです。お、よく読んだ、惜しい、ナイスタッチ、ナイスパー、パー回答を爆心しております。さあ翔太選手順目のグラインでしょうか。惜しい、ナイスタッチ。さあ隅田選手上り、かなり打った、惜しい、少しのところでした。ナイスパー。ここは、ピンの左から、まあナイスオン左じゃなかった。ピンの左からがいいよ。ここはグリーンは左から右に流れてるから、いい、お、いい感じ。フレンドリーバウンドなるか、左に行き過ぎた。翔太選手約9メートル、下り 50%、 スライスです。
おいい感じで感じいい感じですが、ナイスタッチでした。笹原選手は下りのフックライン 60% というところでしょうか。かなりフックすると思います。30センチはフックするんじゃないでしょうか。パターではなくアプローチのウェッジを持ってます。おー惜しい、ナイスパー。スミレ選手惜しい、ナイスパー。うん、ナイスパー。さあ左ドッグパー5、正面のバンカー狙いです。うん、ナイスショー。あの4つバンカーある中の左から2番目ね、あれがベスポジ。おお、ちょっと左だけど大丈夫だろう、多分。フェアウェイ右、問題ありません。ユミ選手、正面のユーカリが若干邪魔になるか。できればドローで210ヤード。うん、ナイスドロー。ありがとうございます。ナイスショット。翔華選手、ラフですが角度的には問題ありません。おお、ナイス、ナイスショット。バチッと当たったね。すごい断点じゃん。ナイスショット。転がったんです。うん。今日飛んでんじゃん、すごい。でもなんかドライバー。いつも通りな感じ。え？何ヤード飛んでるか分かんなくて、うん、なんかいつも通りこんな感じ。いやなんか飛んでるような気がするけど。うん、おお、ナイスショット。もう残り 4,50 ヤードって感じじゃない？笹原選手、もう少しボールが転がって欲しかった。左足下がりのラインになってしまいました。残り180ヤード。さあ、うまく打つことができるか。ピンに向かってまっすぐ、ナイスショット。ナイスオン。翔華選手は残り90ヤード。今日間の左足下がり。さあ、ベタピンにつけることができるか。ぜひこの前半最終パー5で一つ戻しておきたいところです。ピンの左に向かってちょっと遠いですがオンです。スミレ選手、残り50ヤードでしょうか。ドライバーセカンドショットとナイスショット連発しました。さあ最後は止まれ、止まった。1メートルバーディーパットです。ユミ選手、2メートルバーディーパットです。翔華選手、約6メートルバーディーパットです。翔華選手、ラインを読み切れるか。下り、見た目だとスライスにしか見えませんが、目があるのでまっすぐ
ぐらいじゃないかと思います。ナイスタッチ。笹崎選手下り約2メートル目があるのでアウトサイドライト、またはエッジぐらいか。さあラインを握れることができるか。1番から8番までパーを並べ続けています。さあ読めるか。読んでる。ああ、ちょっと強かった。少し強すぎました。これは右エッジまたはインサイドライト。笹原選手の返しのパットは目で少し右に曲がります。ナイスパー。はい、ナイスパー。前半お疲れ様でした。10番ホールです。今日は9番終わってからお店開いてたのでみんなでホットドッグ食べました。お願いします。ナイスショー。今日ドライバーいいね。まっすぐだね。ちょっと右方面ですが、右フェアウェイギリギリか右ラフか。ナイスショー。フェアウェイ左、問題なし。運悪く冷気で止まってしまいました。バッカー内に。ちょっと顎に当たってしまいました。スタジオショットでした。何ヤード残り。137です。お、ピンに向かってまっすぐ。距離はお、いい感じ。あ、でかいかな。あ、止まってそうだね。止まってそうです。130ヤード。これもピンに向かってまっすぐ。おー、ナイスショー。アンラッキーな霊気によるバンニューをしてしまった翔子選手。第3打70ヤード。ナイスオンです。ピンハイです。10番ホールグリーン上にやってきました。笹原選手約3メートルバーディーパットです。下りに見えますが逆目なのでフラットの感覚で打つのがいいと思います。ナイスパー。ありがとうございます。和田純選手約2メートル、50センチバーディーパットです。ちょっとパットの曲がり具合が読めていません。翔子選手若干フックライン上りに見えますが順目。
残念ボギーになってしまいました。11番パー、右ドッグ、パー5です。お、笹原選手、ドライバーを持っていません。うん、よいしょ。よいしょ。言われた通りのど真ん中でした。スタメン3マウントでナイスショット。2段目をフェアウェイ左、ナイスショットです。ショーカス西も1打目ナイスショットでした。3マウントで2段目も3ダウンと。ちょっと右に出ましたが、問題なく右フェアウェイのようです。ワード選手セカンドショット、ちょっと左に行きましたが、あの木の手前であれば問題ありませんが、スタイミングになってないといいのですか。さあ、これで翔選手11番パー5第3打目、118ヤード。真ん中に落ちて、ナイス、106ヤード第3打目です。ピンの右にちょっとダフったような、あ、ギリギリラフで止まりました。バンカーには入ってません。和田選手の第3打、ちょっと正面のユーカリの枝が気になります。かなり低く出さなきゃいけなくてはならず、グリーン上で止められるか。うん、ナイス。ピンは徹底的に抜く派の笹原選手です。おお、ちょっと止まらなかった。和田選手は10メートル弱下りのスライスラインです。 60%。 これも大きい。さあ、翔岡選手、これは目がきついため、スライスラインになります。スライスラインを読めるか。かなりスライスします。バーディーパット、いい感じで読んでます。いい感じで読んでますが、読み切れなかった。ナイスパー。最初のパーセービングパット。曲がりませんでした。これも1メートル50センチ、パーセービングパットです。しまいました。パー5で、うん、よいしょ。
うん、よいしょ。うん、よいしょ。何ヤード150です。150、ちょっと上げてみます。12番セカンド地点150ヤード上りアゲインスト、160ヤードは必要かと思います。ちょっと噛んでしまったような距離が足りません。同じような距離です。160ヤード60だと思います。左に引っ掛け気味、バンカー、左バンカーです。ソロアド選手135ヤード3、4ヤードショット。笹原選手バンカーショットですが、非常にデリケートなタッチが必要なバンカーショットになっています。ピンの手前ほとんど90度ぐらいに曲がるので、ピンの手前5メートルぐらいにふわっと落とさないと炎が止まってくれません。してしまいました。杉浦選手20ヤードスピンが効いて1メートルで止まりました。ショーカー選手は寄せというよりも狙っていると思います。選手はピンチです。下りのこのラインでもピンを抜きます。これはちょっとピンチを招いています。さあ、真田選手、残念のダボとしてしまいました。和田すみれ選手、パーパットです。ナイスパー、ナイスパー。